にちは。こんにちは。今日もレストランチェックやります。おすすめレストランチェックですね。はい、うちでおすすめしているちょっと高級ランチっていうか一つ星のランチの検証にやってきました。今日は、レストランカエリスですね。はい、ミシュラン一つ星です。はい、そうなんだ。そうです、フランス人シェフのラモン・フェルネールかなっていう人がやってます。はい、じゃあ入ってみたいと思います。はい、食べてみます。うん、ほんとアンチョビ効いてるね。はい、これ何でしたっけ。卵、黄身、なんか黄身じゃないの。じゃあ今回のレストランカエリスのまとめとアドバイスやってみたいと思います。はい、まずレストランのアクセスはどうでした。あの地下鉄ウルキナオナイトからまっすぐなので便利な場所ですよね。音楽堂観光ツアーに行った時にその前後で使うっていうのはいいですよね。そうですね。はい、あとサービスはどうでした。サービス、まあ、一応ミシュラン一つ星ということなんですけど、まあ一応一通りの説明は料理について説明は、うん、あのマシンのようにしてくれます。まあ今でもそれはしょうがないんじゃないですか。どこの星付きも昔の星付きレストランのようなあのプロのおじさんが、うん、サービスやってるっていうようなレストランもほとんどない。それはなんかパリとかどこの国も同じようなことになってるって聞きますけどね。はい、じゃあまあ大体良しとしますね。はい、料理についてどうでしょうか。まず前菜の感想、秋元さん。私が飲んだビシソワーズなんですけど、はい、美味しかったです。なんかネギも効いてて、で中にあのうずらの卵の、はい、なんかちょっと揚げたようなやつも入ってて、はい、アクセントもあって、はい、まあ良かったと思います。私が食べたあのビーツって言うんですか。ビーツ、ビーツ、なんか大根ですよね。砂糖大根みたいな、あれのサラダですよね。あの細かく切った、まあ味がなんて言うんですかね、柑橘系だったかな。はい、まあでもあっさりとしてて、そんなにお腹いっぱい食べたくなかったんで、量的にもちょうど良かったかなと思います。はい、でメインはどうですか、秋野さん。私は今回牛の
たたきみたいな感じ、うん、はい、お味、お味、うん、まあ、かけてくれたソースはそんな大した味はなんかなかったんですか、つけてもつけなくてもその味はあんま変わらなかったような気がするんですけど、でもすごい見た目も綺麗で、あ、そうですね、良、うん、かったと思います。あ、私が食べたサーモンは、まあサーモンっていうのね、まあ食材的には面白くはないんですけど、まああの値段ですからね、はい、でもなんかただ焼くだけじゃなくてちょっとあの上に、ソースが一つじゃないんだよね、ちょっとずつ混ざってたりして、で、やっぱりね工夫してあるなっていうのはよく感じましたね、はい、満足感はまあそれなりにあったと思いますよ、はい、でデザートはどうですか、秋元さん。あ、よかったよね、私もちょっと食べさせてもらいましたけど、そうそう、美味しかったね、うん、見た目もいいし、うん、味も、そう、チョコレートケーキに、うん、アプリコットのなんかムースみたいなのがちょっと乗っかってて、ね、はい、よかった、あの甘いものとちょっと酸味のあるもので中和するみたいな感じで、うん、はい、バランス取れてよかったと思いますけど、はい、私の方はチーズの、まあ、選択というか、まあ、チーズなんでね、特にあの工夫も何も、でも一応4種類試せるじゃないですか。ああ、そうです、だからそうですね、ワイン好きの人は最後あのチーズ頼むっていうのもありますよね、ワイン残ってたらっていうのもあるし、でも前行った時は白も赤もどっちも飲めたのに、今回は最初に選んだワインしか飲ませてくれない、はい、あ、まだ料理の話終わってないんですけど、あ、そう、すいません、はい、まあそういうことでデザートもまあ合格ですよね、はい、はい、じゃあその文句あるのは何なんです、ドリンク、あ、ドリンク、はい、前は、うん、あの赤と白とどっちも、うん、飲めた、飲めた、はい、でも今回は最初に頼んだものを続けて飲まなきゃいけない、はい、そうですね、だからそれを知らなくって、まあ、最初は、まあ、前菜だから軽く白いって、次の肉で赤に行きたかった、赤に行こうと思ったらダメだった、ソムリエの人があのこれは追加料金かかりますよって、そう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 、でも言ってくれたからよかったですよね、その時はね、でも最初に言ってくれよって思わない、うん、あ、まあ、もう最初に選んだものしか飲みませんよって、あ、でも何も言わずに、うん、後であのレシートに追加料金かかってるっていうことよくあるじゃないですか、うん、あ、そうそうそう、知らずにええみたいな、それはなくてちゃんと説明してくれたっていう、第一まずメニューにはあのワンドリンクと書いてある、ドリンクと書いてある、うん、グラスに、グラスワイン、うん、でもあのおかわりできるっていうのはまあまあそうですけど、うん、おかわりできないレストランいっぱいあるじゃん、うん、1杯だけですっていうね、うん、1杯だけじゃちょっとなんかた、ね、前菜メインなかなか足らない時ありますから、そういう点ではいいんじゃないですか、うん、まあかあのご夫婦とかお友達で行かれたら白と赤それぞれを頼んでグラスを交換しながら少しずつ飲んで白も赤も最後まで楽しめると思いますね、はい、でも今回面白かったのは白はポルトガルの白だったんですよね、普通はスペインなのに、あ、まあ、面白いなと思って、うん、まあでも白美味しかったんでいいんですけど、はい、次にコスパはどうです、もうすごい最高じゃないですか、あ、私もあの値段であこまでしっかり作ってる料理っていうのはね、うん、すごいなと思いました、そうそう、あれで高いとかいう人はねまるっきりありえないよね、うん、もう何も物価知らないで言ってるとしか言いようない、うん、っていうぐらいコスパはすごいなと思いました ね、本当にあのこう決められたものしか食べれないっていう、まあ制約はありますけど、うん、でも本当ポッキリ42ユーロで終わるっていうのはすごいなと思って、うん、はい、そうで量的にもちょうどいいですよね、あまり星付き料理はね多すぎて気持ち悪くなるんですけど、うん、ランチでまあ量的にもちょうど良かった、うん、あれより多いとねちょっともうダメかなっていうぐらいなんで、そう結構パンも美味しくて、うん、バターも3種類味があって、うん、オリーブの味と、うん、トマトとオレガノ、そうそう、だからあの最初のお通しから最終、ね、までずっと楽しませてくれたっていう気しません、うん、でそれがこのコストで値段でっていうのはね素晴らしいと思います、はい、うん、じゃあ
最後のまとめはどうでしょう。このままおすすめで大丈夫でしょうか。大丈夫ですよね、うん、はい。